11月24日、今日は日曜日です。サンデーユーステーションの生放送に向かうため、いつものようにミルクロードを走っていたら、素晴らしい景色、出会いました。行きますよ。この先は、ラピュタの道って通称呼ばれているところで、あちらにも撮影している方がいますが、ご覧いただきましょうか。素晴らしい景色ですよ。雲海です。車1台来ました。今日の雲海はまたいいですね。低いところにも高いところにも。兜岩展望所といったところです。その名の通り展望所があって、その向こうから見る阿蘇合岳の景色がいつも美しい場所なんですけど、今日は特にとりわけ綺麗ですね。北外輪山です。その下に阿蘇谷があって、あ、綺麗だ。我が愛車、綺麗だな。いつ見てもいいな。